こんにちは、カスピです。本日は私、元ブログを始めて1年経過しました。なんか早いっすよね。なんか気づいたらもう1年経ってた。なんかエモさを感じますね。まあリアルな話すると1年まあプラスアルファって感じではあるんですけど、マジで、1年以上経ってることにさっきというか、まあ、昨日一昨日ぐらいもうほんと先日気づいて、まあ、その愛媛ツーリングの間に、まあ、そういうなりましたよみたいなちょっと動画を撮ってるとか、ね、っていう感じのね動画を今撮ってるわけでございますよ。いや早いね。なんやかんや楽しいんですよ。やっぱ動画編集してツーリングしてみんなでわちゃわちゃしてっていうのが、大体のなんか元ブロガーがなんか全然なんか数字が伸びずに1年以内に辞めるとか言われてますけど、まあ俺も全然伸びてはないんですけど、これでもねやっぱそのバイクに乗るのが楽しい、動画編集が楽しい、まあ一緒にねこうやって遊びにこうやってたまに一緒にツーリングしてくれる友達とか、まあ、バイクを通じて出会った人とか、まあ、そういう人らがいたからこそ俺はここまで続けてこれたんじゃないかなと思いますね。いや数字じゃない部分がやっぱあるんですよ。そういう人と人のつながりとか自分が楽しいとかそういうのがあるからやってこれた感じありますね、はい、なので本当にあのいつも見てくれてる方とかいつもツーリングに行ってくれる人、他のツイッターとかで絡んでくださったりする元ブロガーの方々、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。まあそれはそれとして確かに数字は確かに伸びては欲しいんですけどね、副産物として。実際俺あの動画編集自体は何やろうな、友達となんかキャンプに行きましたってなった時に別に YouTube に上げるわけでもない、ネットのなんかそういうところに投稿するわけでもないんですけど、自分で編集してこう友達のなんかドロップボックスとかに上げて友達と共有して楽しかったねってやることとか全然してたんですよ。まあ今もしてるんですけど、今まで動画編集自体は楽しくてやれてるんですよ。実際そうなんだろうな、他人に言われて動画をどう作れみたいなんじゃなくて、自分で好きなように作れてるから続けられてるかもしれないですね、この動画編集がっていうところには。本当ありがとうございます。皆さん、お俺から言えることは本当に感謝ということですね。本当、まあ、どこまで続けるかっていうのはまあそうですね、登録者がとか、まあ、俺が結婚して子供がとか、まあ、全然そんな予定ないんですけどとかなってしまうとちょっと頻度落ちたりとかそもそもできなくなったりとかするかもしれないんですけれども、まあ、引き続き応援していただければなと思います。本当よろしくお願いします。あ、ついであのチャンネル登録ボタンも教えてください。そこの人まだ押してない人よろしく。あと話すことか、1年経ちましたってことに対してか、そうだな、時の流れは残酷かなってとこかな。リアル、マジでリアルな、早いんですよ時の流れ。もうモンスターももう納車して10ヶ月ぐらい経つんで、もうそれこそねもうほとんど1年経つわけですよ。早いよマジ尋常じゃない。まあ健康なうちは続けていきたいところでありますね。まあそういう感じのことを今日は伝えたいっていう感じの動画なんで、まあ、サクッと締めたいと思います。ということで本日の動画ご視聴いただきありがとうございました。今後も皆様よろしくお願いいたします。チャンネル登録ボタンを押していただければ本当に嬉しいです。コメントとかもねあのぜひください。はい、ちょっと寂しがり屋なんで、基本的に寂しがり屋なんでコメントくれたらめちゃくちゃ喜びます。本当、いや YouTube の動画のコメントっていうのは投稿してすぐじゃないとあんまりなんかこうだろうな、ちょっと反応遅くね君みたいななんか雰囲気で投稿しにくい、コメントしにくいみたいな雰囲気があるような気がするんですけど、まあそれは俺が思ってるだけなんですけど、別になそう別になんか時間経ってでもコメントくれたら嬉しいもん嬉しい、全然返すんで、あのください。というわけで、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。